薬師寺旧左衛門は、江戸時代初期の長崎の宝術家で、知恵人も務めた、意味縄種広。薬師寺家は、文後の大名、大友氏の家臣で、筑前統合を治めていた。しかし、大友氏の滅亡後、祖父の下野守市長らと共に、長崎に移住し、磨く屋町の大人となった。父、東左衛門の鉄砲術を奏伝し、後に所流派を研究して丹錬流とし、 その回想となった。寛永十四年の島原の乱には、この上門種長と共に従軍。屋敷は、美学屋町にあり、敷地は千百七十四坪。美学屋町の大人は、旧左衛門の死後は、峰家が世襲。元六十年、高木彦衛門さだちかが、東蘭商売元締めに任命されるに伴い、外町常行事を務めていた、種長の子、又三郎主政が、 町年寄りとなる。以後、薬師寺家は長崎の町年寄りを務めることになる。遠方元年に長崎奉行所が管理する大小19町の石部屋を預けられる。文化5年のフェイトン号事件の際には長崎奉行の松平安秀に仏器像の石部屋、大筒を所定の場所に配置するよう命じられている。薬師寺家の墓地は長崎市寺町の広大寺の後山にある。 ABCDEFGH 薬師寺旧左衛門長崎県大百科辞典長崎新聞社849ページ。ABCDE 磨く山町、長崎県の地名日本歴史地名台 K43 平凡社157ページ。富山美紀夫著、長崎歴史の旅朝日新聞社86から87ページ。町年寄原田広次町 図説長崎歴史散歩大公開時代に開かれた国際都市河出書防新社113から114ページ長崎町都市より国史大辞典第10巻吉川博文館582から583ページ松尾新一著江戸幕府と国防講談社選書名地へ18から19ページ松尾新一著江戸幕府と 国防講談社選書メチ百178から179ページ。ありがとうございます。